皆さんこんにちは、RC デザインスタジオの澤田です。今回は、鉄筋コンクリート建築情報館概要ということでやっていきたいと思います。メンバーシップ始めたよっていうことで、まあ、新たな、まあ、このターゲットと言ったら変ですけど、まあ、こういう新たな人に対して、まあ、動画を届けようっていうことで、まあ、今回そのメンバーシップっていうのを始めることにしました。まあ、ちょっとメンバーシップやってる YouTube チャンネルあって、わ、メンバーシップってどうなんだろうっていう、まあ、そういうふうな、まあ、興味本位っていうのが多分にあるんですが、あ、じゃあメンバーシップ始めようってした時に、じゃあどういう人に向けてその新しい情報っていうのを、まあ、出していこうかなと思ったんですけど、やっぱりその今までその話してこなかった内容っていうものを、まあ、話すっていう話になるんで、どうしてもやっぱターゲットってやっぱ変わってきちゃうんですよね。で、新しいターゲットの人に向けて、まあ、発信していこうって話になるんで、まあ、一応そのプロの人向けに、まあ、発信していこうって、まあ、そういう風なチャンネルにしていきたいんですよね。まあ、どういう風な感じになるかっていうと、まあ、もう少しその専門的な内容ですね。今までの話っていうのは、まあ、ある程度そのうちのチャンネルって一般的なその建築系 YouTube チャンネルに比べて、まあ、専門的な内容っていうのも多分に含んでるんですが、まあ、もうそれでもやっぱり一般の方向けに話しているというか、基本的に一般の方が、まあ、ほとんど何も理解してないことを前提に、まあ、話してるんで、まあ、話っていうのがやっぱどうしてもその浅い内容にとどまってしまうとか、まあ、それで一般の方には十分だと思うんですが、まあ、そうじゃなくて、まあ、もう少しその技術的なことだったり、まあ、実際その建築 RC 建築で建てるとき、まあ、こういうふうなことに気をつけて、まあ、建てていく必要があるんだよっていうことを、まあ、このコンクリート建築1年目のプロ技術者の方に、まあ、上からになっちゃうんだと思うんですけど、まあ、技術的な解説をしていくっていう、まあ、そういう風なチャンネルになるんですよね。で、これ何かっていうと、このコンクリート建築をやり始めた、まあ、10年前の僕に向けて発信していくチャンネルになるってことなんですよね。まあ、僕はその10年前に、まあ、この撮影している、まあ、この鉄筋コンクリート住宅っていうものを建てて、でそこから鉄筋コンクリート建築でその仕事っていうのを受注してきたわけなんですが、まあ、最初はやっぱ当然もう全然手探りだったんですよね。でそういうふうないろいろ調べたりしたことの中の情報の、まあ、言える範囲でノウハウっていうものを提供してって、まあこういうふうなことを知ってなきゃ、コンクリート建築建てれませんよっていうような、まあ、基本的な内容といえば基本的な内容にとどまるんですが、プロ向けの基本的な内容になるってことなんですよね。一般の方向けの基本的な内容じゃなくて、プロ向けの一般的な内容っていうものを、動画で、まあ、月に2本、配信していくっていう、まあ、そういうふうなサービスを、まあ、始めてみようかなっていうことでやっていきたいんですけど、まあ、で基本 Facebook グループっていうものに、まあ、参加いただいて、まあ、その中で情報共有とかしたり、まあ、していければなとは思うんですよね。まあ、こういうふうなことをその始めようかなと思った背景に、まあ、どういうふうなことがあるかっていうと、やっぱりそのうちの、 会社の方に、いや、その鉄筋コンクリート建築どうしても建てたいんですけどっていうふうな、まあ、お問い合わせっていうのはやっぱ結構あるんですけど、やっぱその、まあ、そういうところまで手が全然回らないんですよね、うちの今現状っていうものは。まあ、あとその、まあ、うちの会社の方の状況でいうと、まあ、ある程度そのある程度の規模のものを、まあ、中心、まあ、100坪を超えるぐらいの規模のを中心に、まあ、受注していきたいっていうのがあって、やっぱ遠方でその小規模なものを受注するっていうのがやっぱ会社として採算が合わないんですよね。なんですけど、やっぱりこのコンクリート建築っていうものが、まあまあ、住むのにもすごい適切な工法だと、まあ、僕もこのコンクリート建築っていうのに住んでみて、わ、これすごいなって、これなんでもっとこの日本に普及しないのっていう思いがあって、何らかの形でそういう風な、このコンクリート建築の普及っていうものに、まあ、貢献したいなっていうのは、まあ、個人的に思ってるんですよね。なんで、まあ、それをそのプロ向けの人に、まあ、そのどの程度の価値がある情報を伝えれるかっていうのは分かんないんですけど、でも少なくともうちはこの専門店として10年間やってきてますから、それなりのノウハウっていうものがあるわけなんですよね。でこれの、言えるやつをお届けして、この鉄筋コンクリート住宅っていうものが、まあ、もっとその世の中に、まあ、広がる、まあ、きっかけに、まあ、なればいいなって、まあ、そういうふうに思ってるんですよね。
プロ向けの書籍でもうほとんどないじゃないですか。まあいくつか出てますよね、分かりやすい書籍が。まあ10年前と比べれば少し出てきてるんですが、じゃあそれ読んだからって一般的なお客様のニーズに合うその鉄筋コンクリート住宅建てれないですよ、それだけでは。やっぱりその何か経験してきて、まあ、建てていかなきゃそれは建てれないんですよね。でまあだからもう手探りになっちゃうってところは、まあ、当然あるわけなんですが、その手探り具合の難易度を下げるというか、そのための動画っていうものを、まあ、提供していくって話になりますよね。でまあ、実際そういうふうな、まあ、情報をうちの動画で吸収していただいたとしても、やっぱりもう本当、まあ、これ言っちゃ身も蓋もないんですが、住んでみないと分かんないよっていう話が、まあ、決定的にあるんですよね。この例えばそのうちの会社でその、まあ、いろんなその鉄筋コンクリート建築っていうのを建ててきてるわけなんですが、結局やっぱその建物の情報っていうのが、まあ、住まなきゃやっぱ分かんないですよね。まあ、引き渡す前に体感したり感じたり、エアコンつけたらまあこういう風になるんだとか、あとはお客様の感想を聞いたりして、まあその経験的な情報っていうものは入ってくるんですが、まあそれでも体験してないよりはまあ十分経験になってると思うんですけど、まあ、それよりもやっぱ住んでみないと分かんないっていうのはもう決定的にあるんですよね。このコンクリート建築がどういうものかっていう時に、まあ、それに住むっていうのが、まあ、本当は重要なんで、まあ、可能だったら、まあ、うちのチャンネルに登録いただいて、その後、まあ、その販売する前に自分でその家を、まあ、建ててみるっていうのは本当はおすすめしたいですよね。まあ、そういうふうな、どうやってそのビジネスを構築するかっていう内容まで、こちらでお届けさせていただいて、なんで完全にプロ向けです。だから今このチャンネルを見ていただいている一般の方っていうのはもう全然興味の外だと思うんで、まあ覗いてみたいよっていう方は覗いていただいて全然大丈夫なんですが、一般の方向けに話す気っていうのはまあほとんどないんで、まあほんのちょっとだけ分かりやすく喋ろうかなとは思うんですけど、まあちょっとやってみてになるんですが、基本プロ向けに話していきたいなっていう、まあそういうふうに思ってるんですよね。でそういうふうな動画を、まあ、月に日本、まあ、提供させていただきますんで、まあ、そういう風な動画に興味がある人は、まあ、ぜひ登録いただきたいんですよね。で、まあ、一般の人に対してはあんま価値ないと思うんですよね。でその価値を届けるっていう意味で、やっぱりそのいくらかその学ぶのに対して、お金を払わないっていうのもそれおかしな話だと思いますんで、だいたい1000円ですね、1000円ぐらいかなと思いますんで、まあ、1190円をまあ、プロの方は支払っていただいて、まあ、価値がないと思えば出てっていただいてっていう、まあ、そういうふうな話になりますよね。だから1000円分を超える価値っていうものを提供できるように、まあ、僕で言うと情報っていうのを提供していきたいっていう、まあ、そういうふうに思ってるんですよね。まあ、なんでこれその僕がこの情報を提供するのって話は、まあ、あると思うんですよね。だいわゆるその僕の会社のライバルになる人を、まあ、ある意味育ててるっていう風な内容っていうのはあるとは思うんですが、まあどうなんですかね。でもそういう風にいろんな人とその話したり、まあ、情報を伝えることで、当然その僕に学びっていうのもまあ多分にあるだろうし、まあ、こういうふうにその毎回その情報発信することで、まあ、その情報っていうのを出してると同時ノウハウをもう一部は出してるわけじゃないですか、ね、だけどそれによってそのいろんな人のコメントが来たりして、まあ、僕自身が情報提供すると同時にまあ高まってるわけなんで、まあ、もっとそういうふうなものにならないかなっていう話なんですよね。プロの人とその何らかの形で交わることで、その僕自身がもっと高めに行けるんじゃないかっていう、まあそういう風な行けなくてもいいんですけど、まあ行ける可能性もあるなっていうことで、まあこっちがやっていきたいんですよね。まあちょっとどうなるか分かんないですけど、まあお金もらってますけどね。まあやっぱただはさすがにちょっと辛いですよね、なんとなく。いくらか入ってきて楽しいなみたいな感じにはしたいんで、まあいくら、まあほんのちょっとはいただいてっていう、まあそういう風な話なんですよね。
あれに憧れてるんですよ僕は。どこあの www.ってやつあるじゃないですか。みんなが使えるこのインターネットがなんで広まったかっていうやつで、みんなが使えるそのシステムを公開したから、みんなが使って、まあ、情報っていうのは広まったっていう話ありますよね。でそれでインターネットがどうしてここまで普及したかっていうと、まあ、これ誰でも使えるようにしたからだっていう話あるじゃないですか。まあ、そういうふうな話でやっぱ鉄筋コンクリート建築が、まあ、広がるときにやっぱりその誰かがその情報発信しないと広がらないよねっていう話あると思いますんで、まあそこまで大それた理念が あるかどうかはちょっとあれですけど、まあ軽くそういうふうなことを思いながら情報発信っていうのを基本的にはしていきたいんですよね。ちょっとだけまあ社会に影響を与えれたらいいなっていう、まあなんとなくそんな感じなんですけど、まだそういうふうなことで情報発信をしていきますっていう、まあそういうふうな話になるんですよね。そういうふうな何かこの社会的に役に立つことをして、その僕にとってマイナスってことはないと思うんですよね。その情報発信はしてノウハウを出しちゃってて、まあ、なんとなくそういうふうなことが会社にとってデメリットだって思われる人は多いと思うんですが、まあきっとメリットだろうっていうまあそういうふうな想像でやってるっていうまあデメリットになってまあ言っちゃいいわけなんですよね。まあそういうふうな話でやっていきたいと思います。まあこの裏にはというか、まあ僕的な、まあこれ言っちゃえばまあ、裏のビジョンみたいのもまああって、まあ、これそうなるかどうかとか全然わかんないんですけど、まあ、例えばですね、こういうふうなものがある程度広がったりなんとかしたりすると、まあ、ここでそのメンバーになっていただいた方の一部がうちの会社 の社員になっていただいたりとか、あとはその例えば僕が将来的にコンサル業を始めましたと、その鉄筋コンクリート建築のコンサル業を始めたってなると、まあ、こういう風なところでやってたことが、まあ、生きたりするんじゃないかっていう、まあ、ちょっとした目論見もあるって話になるんですよ。まあ、こういうことをなるかどうかはもう分かんないんで、まあ、コンサル始めるかも分かんないですし、まあ、ここからどういう風にそういう社員が来ていただけるかも分かんない、社員は募集してますんで一人だけ、ぜひこういう風な鉄筋コンクリート建築地区の情報に興味があったらぜひ来ていただきたいんですがっていうようなことを、まあ、ここでもその広がれば言えるわけじゃないですかね。まあそういうことがいかほどの効果になるかは分かんないんですけど、まあそういうふうな目論見も、まあ、ほんのちょびっとだけありますよって、まあそういうふうな話になりますよね。まあ基本は世の中の役に立とうとしてます。そこから何か派生して、会社のメリットになればラッキーだなっていうぐらいの感じでやっていきたいと思いますね。でも感覚的にそういうふうに誰かの役に立つと何かおこぼれがあるっていうのはなんとなくあるんですよね。例えばこの YouTube チャンネルっていうのを始めて、まあ、一番最初は面白そう YouTube よし鉄筋コンクリート建築の情報を発信だみたいな感じでやってたんですけど、そしたらある時にその岐阜の方でお問い合わせがあったんですよね。YouTube を見ました。ぜひその澤田さんに立てていただきたいんですけど、立てていただけますかっていう、わ、YouTube から問い合わせが来たってなって、で、それ、その立てて、で、そういう風なのを皮切りに、その全国からその問い合わせっていうのが来るようになったんですよ。全然そんなの想定してなかったですもん。まあ、YouTube やってみようみたいな、そこからそういうふうに何というか会社のもう莫大なそのメリットに、まあ、なったりしたこともあるんですよね。まあこれそうならないことが大半なわけなんですが、まあ、そういうふうに、まあ、場合によってはメリットにつながるかもしんないなみたいな、まあ、それぐらいの感じでやっていこうかなと思ってるんですよね。まあちょっとどれだけ続くか分かんないんで、まあ様子見で、今
あの9月10日から、あ、9月1日からスタートするんで、まあ9月1日に1本目の動画を出して、で次15日ですね、まあ、1日と15日に、まあ、1本ずつ出す予定なんで、まあ、よろしければあこちらの方を覗いてみてください。あのプロ向けですね、まあ、そういうふうな感じで、あの所属いただいたら、まあ、概要欄の方に、まあ、そのフェイスブックグループを作って、まあ、リンク貼っときますんで、まあ、申請いただいてっていう、まあ、そういうふうな感じでやっていきたいと思います。まあ、これどうして、まあ、こういうのを始めようかなと思ったかっていうと、まあ、そのさっきの問い合わせの話はあるんですが、あとそのうちのチャンネルって、まあ、あのこの前そのアンケート取らせていただいた内容なんですけど、まあ、12% はまあプロの方が見ていただいてるんですよね。 12% が、で、まあ、あの実際のパーセンテージは分かんないんですけど、アンケートに答えていただいた方の 12% がこうなんで、やっぱ答えにくいかなと思うんで、もう少しやっぱパーセンテージきっと高いですよね、おそらく。だ 25% ぐらいかなと思ってるんですけど、だ 25% ぐらいがあの建築業者だよと。でその人のここをあの、まあ、ターゲットにしたメンバーシップですってことになるんですよね。なんで一般の方基本的にはあの関係ないんで、あのメンバーシップってそういうものなのって話はあると思うんですけど、うちはそういう感じでやってみようかなって感じなんで、基本だからあんまり関係ないですね。うちのチャンネル、そのせっかくなんでちょっと紹介したいんですが、 RC 住宅を建てたい世主の方が、47% 見ていただいてて、で RC アパートを建てたい世主の方が 4% 見ていただいてて、家は建てたいが興味があってもう建てちゃったよ、家建てちゃったよって人が 28% 見てて、まあ、他の候補木造とか鉄骨造にするつもりだけど、まあ一応コンクリート住宅も興味あるし見てみようかなみたいな、興味みたいなね、一応知っとくかみたいな感じで見てる人がまあ 9% いるんですよね。まあこういう感じで見ていただいたら、基本は結構 RC 住宅本当に建てたい人見てるんだなと思ったんですけど、あれこんなに高いんだっていう、まあ、もちろんこれ 47% でそのメインの方なんで、まあ、引き続きここをターゲットとした動画を一般的なあの方で、いわゆるメンバーシップじゃなくて普通のチャンネルに出していくっていうのはこれメインです、うちの。あとそのまあメインは当然そうなんですが、会社として RC デザインスタジオとして今あのマンションをそのメインに、そのメインというか力入れて取り組んでいきたいなっていうところがあって、まあそういう風な動画っていうのもまあ少しは出していきたいんですよね。それはあんまり視聴回数回らないですよね、これ 4% しかいないんで。でもそのアパートを所有されてる方もやっぱ鉄筋コンクリート建築の情報っていうのを得るために結構見ていただいてるんで、マンションとかアパートってなれば木造より鉄骨造よりもダントツで RC 造の方がいいんで、優れてるんで、まあそういう風なところですよね、まあ、市場として適切な商品っていうものを提供すると会社が受け入れられるって話になるんで、まあそういう風な商品展開をしてその情報っていうのは発信していきたいんですよね。まあ、ここの方はあんまり興味がないと思うんで見ていただかなくても大丈夫なんですが、まあ、会社としてはそういうの情報を発信していきたいんですよ。今会社としてこのサウンドメゾンっていうブランド作って、まあ、いわゆる音に注力したマンションですよね、その例えば今最近ズームとかもあって、まあ、隣の人とその普通の壁だともう、まあ、うるさいわけじゃないですか。声めっちゃ響いてるよこいつ、隣の人どれだけズームしてるんだっていう話になるわけじゃないですかね。出社しないでそのマンションでズームしてますか ら、 だからそういうのが問題ないようなアパートとかマンションっていうのは求められてるわけですよ。だからその静かに寝たいとか、まあ、そういう風な要望があって、まあ、耐震性や耐火性とかそういう風なものもあったり、資産価値として RC ゾーンが優れてるよねって話は、まあ、当然あるんですが、まあ、音っていうものがキーワードだろうっていうことで次の時代ですね、まあ、サウンドメゾンっていう、まあ、サウンドのマンションですね、音に注力したマンションっていうものを、まあ全国的に販売していきたいと思ってまして、販売というかうち全国的に設計させていただいて、まあ、ゼネコンを入札で選んで、まあ、建てていきたいと思ってまして、まあ、そういう風なブランド開発っていうのを今してますってことですね。まあ、あとテンピオっていう
まあ、ここら辺また改めて紹介したいんですが、会社 の, あのコンクリート建築をまあブランド化して、まあ、理念とかもう一回整理して、こういうふうな建築売ってきますっていうのを、まあ、あのどこかで発表しますんで、またそういうふうな感じでやっていきたいんですよね。一応2つブランドを作ってって感じですね。まあそういうふうな形で、だからここの方ですね、まあ 20% ぐらいいるんじゃなかろうかっていうあの人に向けて、そのメンバーシップっていうのをあの開始しますと。で、まあここの中で、まあ 1-2% の方が、まあ、もし興味あれば、まあ見ていただいてっていう、まあそういうふうな感じですよね。まあそういうふうな形で、1190円で、まあ、月額ですね、メンバーシップっていうのを開始しますんで、まあ、もしよろしければ、メンバーシップ、登録ください。でその他に、まあ、うちで言うとその住宅相談室っていうのもやってますんで、まあ、こちらの方ではまあ、ざっくばらんなその気が向いたら気が向いた話をするっていうのを、こんなこと会社で言うことじゃないよねぐらいの感じのことや、まあ、あとは引き続きその木造や鉄骨造の情報を発信したり、まあ、いろんな世の中のまあ、木造業界ってみんなポジショントークじゃないですか。基本的に自分の会社がどういうふうなポジションだからこう言ってるの言い合い合戦なんで、まあやっぱそうじゃなくてコンクリート建築やってるから関係ないから言える話っていうのもまああると思いますし、まあそういうふうなのを言うことで、まあ、僕も勉強になったりしてますんで、そういうふうなことで、まあ、引き続きこちらの方もやっていきたいと思いますんで、まあ、ぜひまたチャンネル登録されてない方は、この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、まあまた9月1日から始めますんで、9月1日から1本目の動画っていうのを上げてきますんで、まあ、ぜひ、まあ、プロの方ですね、鉄筋コンクリート建築情報館プロの方をよろしくお願いします。